久保田電子教室の久保田です、今回ですねプレイステージさんからコメントいただいておりまして、まあ、その件についていろいろちょっとお話ししようかと思います。フォアバックスイング完了の右腕の高さ確認の仕方というタイトルの動画に、プレイステージさんから打ち合っているとバックスイングがだんだんと内旋していきますと、そして前腕が暴れて球がとっちらかって肘が痛いというちょっとダメですよこうなったらね。ちょっと次のレッスンまでにいろいろねちょっと修正しておいていただきたいというのもあって、この件について、まあ、先日撮った動画でいいのがあるんでそれをねちょっと一回見ていただこうかな。ちょっともう編集とかめんどくさいんでこれでいきますね。これ私打ち合いしてる、これ相手プレイステーションなんですけど、結構いい感じで打ってるんですよね。ちょっと強めに打ってもねちゃんと返ってくるしね、なかなかミスが出ないんですよ。このぐらい打ってもミスが出ないんですよ。で最後の方よく聞いててくださいね。この次あ高い高いって私言いましたよねだからこれはね今の動画57秒なんですけども、まあ、ずっとこう打ち合いしてるとあの高い高いっていうのは内線が入ったってことなんですよね。そう内線が入ってくるんですよね。でこれはですねこの時です、まあ、他はいろいろあるんですけども、この今の映像の中での、プレイステーションのミスっていうのが何かっていうのがねはっきりわかるんで、なんで内線になったのか、どこをどうやったから内戦になった でなんでそこをどうやったのかみたいなねそこをちょっとこのケースだけ、他にもねプレイステーションでいろいろやるわけなんですよね、パターンがねあんまり読めないんだけど、この時のこのパターンはね何だったかっていうのを今からお話しします。ただそのためにはねちょっとモザイクをねかけないといけないんでね、こう勝手にこれプレイステーション内緒っていうか無断でプレイステーションの映像をちょっと今から使うんで、ね、顔だけでいいですかねプレイステーションまずですね今のね一発目、今のラリーの一発目のここからさっきのラリースタートしたんですけども、この一発目はどういう風にプレイステーションを打ってたか、これちょっと見てほしいですね。これ顔モザイクかかってますからね、見てくださいこの姿勢、こう両手で持ってってこれ完璧完璧ね、バックスイング完了の高さとかもう一回ね、両手でちゃんと持ってって左肘曲がって内線決まってラケットの高さも完璧で、前腕ロック左手とラケットヘッドの高さが揃ってね、で下向きの面の寄せもあって、で腕もちゃんと出てて、ね、体の向きも横向きで決まってて胸打ちみたいなね、これねこれ覚えておいてね今の感じをね。でさっき私が上が高いとかって言ったやつありましたよね、上がったじゃなくて高いかなんか言ったやつね、あるいはじゃあどうなってたかね、ちょっと待ってね、モザイク処理するんでアップにしてモザイク処理しないといけないんでね、さっきの最後のやつってこれね、この後高い高いって言ってますよね、あれがどう違ってたのか大変なんですよ、これモザイクかけるのがね。これプレイステーションさん、これ
あの消してほしいという時はすぐメールくださいね。高いやつ、これわかります？ちょっと一番最後のショットですよ。こういってこの辺でも違うのわかります？上腕、左上腕の、角度が違いますよね。斜め下になってますよね。でこうで、ラケットの高さ見て、ラケットこれさっきもうこのぐらいというか、ラケットヘッドは確かにこれも左手の高さなんですよね。でも角度が違いますよね。ラケットの角度がだいぶラケットが寝てますよね。これさっきのいきますよ。この時の角度こう置いてラケット斜めになってますよね。わかります？ラケット斜めになってるの。グリップがちょっと低くなってますよね、左手よりもね。で、ラケット斜めになってますよね。こういくとこれ前腕の完全に決まってるんですよね。もうこれ関節技食らってるから腕出てきて暴れないんですよ。前腕が暴れられないんですよね。だけどこれあ、もう一回ね、もう一回さっきのもう一回正しいやつね。左腕の高さ見てください。これこっからこういった時に左肘ってもう肩の高さに来て、で左肘は90度曲がってますよね。でちゃんと持ってってるね。左肘の高さ今覚えておいてね、これね。でさっきのやつね、これほら下がってるの分かります？ここ結構もうこの辺私のこうねお尻であまり見えないかもしれないですけど下がってるんですよね。これ下がってて左肘もあんまり曲がってないんですよ。これ高さが違う、ね、だいぶ低い左肘が。で結構もうこの時からラケット寝かせてるんですよね。寝かせながら弾いてる。この前の多分この辺の段階ではまだラケットは立ってたと思うんですよね。でも後ろまで行かずに浅い位置から寝かせ出して引いていってるんですよね。でその原因っていうのが、まあ、左肘低くてこういってるということではあるんですけども、ね、こうなったら、ね、だんだん高くなって内旋して暴れますよ。これもうあのこれ前腕暴れてますからね。肩高いでしょ。同じぐらいの高さを打ってるのに肩が高いんですよ。肩が落ちてないというかね。さっきのやつはね、左腕でちょっと見づらいですけども、あ、こうしようかな。こう見てよ、この姿勢。これ、あの、もう、ちょっと前までは猫背選手権トップシード行ってたのが、もう今シード剥奪されてますからね。でこう右の肩は落ちてるんですよね。外旋決まったカーブなんですよ、この腕っていうのはね。これちょっと右肩が落ちて左が高い感じになってますよね。同じぐらいの高さを打ってるのにね、ここからこう同じぐらいの高さを打ってるのに、これね完全に肩上がっちゃったって。この時はあの肩甲骨の動きが分かるようにて、プレジェイさんタンクトップというかね、あのランニングシャツを着てくれてて、これね肩落ちてない、ね、まあでもまあ器用なんで打ててるんですよね、ちゃんと、ね、真ん中で綺麗に捉えてるんだけど、まあこれは久保田テニスではないという、久保田テニスのあの胸打ちではないってやつなんですよ、ね、うん、それがやっぱり前腕暴れるのはやっぱねこうなるともうちょっと止まんないんですよね。この内線から入ってしまうとね、どうしてもね、どうしても。でなんでじゃあ、ポイントはここですよね。だからそれはまあじゃあ直せばいいんだけども、じゃあなんでそうなったの、そこが分かんないとダメですよね。でそこははっきり分かるところがあるんで、
これはその、間違う前のショットからね見ていただきます。間違う前、私こう一回低めの球を打って、次高めの球を打つ、これ高めの球を打ったんですよね。その時に間違ったんですよ。最初低めの今のやつはね、一発目低めで、まあそれはまあできましたよと。でちょっと私がふわっと高めにポンと上げたんですよね。でそれにその時に左肘が下がってこう上げたんですよ。だから高めの球に釣られて構え方を変えてしまい、ラケットの引き方、運び方を変えてしまって引いたんですよね。あ、高いと思ってそれに反応してこっちになっちゃった、こう置いちゃったということです。だから気をつけないといけないですね、球が上がったからといって構え方を変えてしまわないように。で、じゃあどういうふうに気をつけるか、これこういうことをねどんどんこうかぶせて言っていけるのが久保田テニスさんで、だからこういう場合はもう先にここまで行く練習がやっぱいいですよね。あの相手が打球する前にこうフォア側にこう動き出すね。そしたら相手が打球する前だから、まあ、上がろうが、ね、低かろうが遠かろうが速かろうが遅かろうが深かろうが全然関係なくここまで行くんだよね。でプレーセーズの場合はここまで行ったらね大体できるんで、もうこうピシッとしてますからね。だって姿勢がめちゃくちゃいいの分かります？これ、こうですよ、完璧のこれもう最近これですからね。で下向き寄せて打ってるのが分かるんですよ。これこっから下向きで入ってきて打ってるのが分かるんですよね。下向きで寄せてるのがね。でさっきのやつね、全然下向きで寄ってないんですよ。これ後ろ向きあるね、で下向きもある、あるだけでこっから下向きこうなるんです、下向き通るんですよね。でも寄ってないんですよ。これ前腕、これも暴れてます。ここで海外入ってます。こっからここで海外入ってますね。後ろ向きあります、下向きあります、でも全然寄せてなくてここから海外が入って打ってます。だから早い段階でこれ肘が曲がってます、ね、あの胸打ち独特のカーブではないです、で、あのこれねスタートこの日、まあ、このレッスンを受けていただいた時、この服をね脱ぐ前、白い長袖のシャツを着てた時にあのちょっと注意はしたんですよね。こう最初なんかね結構こうラケットこう立ててちゃんと行ってるんだけど、すごいこう立てた後斜めじゃなくてね、なんかすごい寝てたんですよね。こう持ってった正面からラケットこうやってこう持っていきますよね。こうしてね、久保田くんでこう持っていくと、持ってった後にね、こう持ってった後にこう引いてたんですよね。最初は立ってるからあうまくいくのかなと思ったらすっごい寝せてこう引いてたんですよね。でちょっと内線が入ってたからそれはちょっと注意したんですよね、ここからはね立てていったら斜めにしてで下ろすように引いてくださいとっていうふうに言ったんですけど、ね、でそれから治ったんです。しばらくというか、ミス出なかったんです。その後はだってこれですから、なんて言ったってこれですからね。とても猫背で骨盤後傾で猫背選手権シード選手とは思えない、もうまあ剥奪なんであれなんですけど、この寄せからの胸打ちみたいなね、こうやってて左腕が上がってね綺麗に立てて斜めで親指下の前腕ロックね、うまくいってた、
ぜか球が上がったのにつられて、こう左肘が下がりの、ね、これ下がる、これ全然違いますからね。左肘が下がったってことは、これはねこういう角度になったんですよね。でこういう角度になったときに手見てくださいね。こういくと前に来ますよね。前というか、私の体に対して左側に来ますよね。でそこまでこう持ってったところでまだ全然浅いんでね、まだ右腕がこういろんな悪さをできるポジションなんですよ。まだこれがここまで行ってくれればもう右腕ってその内旋できないんですよね。こう持ってってこっから内旋って親指も引っかかってるしやりにくいんですよ。だから、よくこう内旋で引いて打球する選手って結構いると思うんですけども、そういう人たちっていうのは腕左肘を下げながらこう引いていきますよね。これはやりやすいんですよね。で私はそっちじゃないんで、私の久保田テニスはそっちじゃないんで、こう腕上げてで右腕を下に押さえ込んどいての前腕ロックとかなんだよね、うん、そうした場合こう寝かせるほどの距離がなくて斜めになってラケットが斜めになって親指下にして背屈して前腕ロックね、でが仕上がるはずなんだよね。だからちょっとレイセイさん、このミスは避けようと思って避けれるってわけではないと思うんですよね。ずっとやっててやっぱりなんかこう状況がパッと変わった時に慌ててそうなってしまうっていうのがあると思うんで、そうあると思うんで、それでミスしないように、頑張るとかじゃなくてもう先にこうやってしまう。ちゃんと肘が上がった状態で肘90度に曲がってるのを毎回やって、ここからバックを練習するっていうのが近道だと思います。ここからバックを練習するっていうのがね、先にこうやってればもうフォアあまり考えることないんでね。でここから今度バックが打てるかどうかの話になってくるんで、であの時もそれやってもらったと思うんですけど、あの時もまあその前もずっとやってもらってるとは思うんですよね。ここからあのターンしてバックとかね、でこっからやってる方が調子がいいですもんね、バックハンドはね。なので、まあ、このターンを早くすること、相手が打つ前にこうターンし始めて肘を確かめる、で、その位置からバックハンドが打てるかどうかっていうのをねちゃんとこうやり込んでいただければと思います。壁打ちでもね一回出してこうやってバックハンドを打つ練習とかやってください。次までにねちょっとこのミスがないように、仕上げていただければと思います。今回は以上です。Thank you.